毎年変化しているように感じます。こう携わっていく作品も年々変わってきていますし、まあ、自分がその俳優としてもそうですけど、こう自分自身としても発信していきたいことっていうのもだんだん年齢重ねてきて変わってきているかなと思います。アートは私は結構陶芸がすごい好きで、陶芸はよく個展とかそれこそその作家さんのお店に行ったりとかしてよく見てるんですけど、結構なんか独特な感じの陶芸が好きで、もうお皿として使ってもいいけど、なんかアートとして飾ってもいいものだったり、なんかそれを花瓶としても使ってもよかったりみたいな、結構その曖昧な感じの陶芸家さんがすごく好きなので、逆になので、なんか今回の撮影のようにこうアートのオブジェだったり、こういう絵のアートとかあまりこう自分では積極的に触れてなかったジャンルなので、なんかそういうのもちょっと興味が出てきたなと思います。去年初めて香港に行って、まずまあご飯が美味しいのと、あとやっぱ人がすごく親切で優しくて、なんかこうみんなフレンドリーで陽気な方たちがすごく多くて、街並みすごく観光できたわけではなかったんですけど、でもなんか昼も夜もすごく楽しそうなところだなっていう印象を受けました。